マコナコです。キングダムラッシュオリジンズ続きやっていきましょう。前回の場所を星3つにしてアップグレードなどまたやりましたので、多分これレベル9までだと思うので、これエリダン終わった後他の行くかどうかなんでね、なかなか使いにくいのとね、使いやすいのがあるので、で今現在のアップグレードこのような感じでやっていきます。この傭兵装甲と武器を強くするものを選びました。さてロック返事、これは特段何もないのかな。まあ敵が来るかもしれないというような話になっている。姫さんがね、また王女が活躍してくれるかどうか。物語来たね。エルフの姫が助けを求めて王国に訪れた。エルフの軍はフェアリーの森に退却していた。そのエルフを守るということかな。ドルイドのルーンじゃない、黄昏のエルフというような話があって、アートドルイド返事、まあストーンヘンジは使わないので、あそこまでは関係ないかな。自然を完全に操って大地や動物精霊に命令する。なるほど、1個ぐらいは強化したい気はするけど、さてやってくるのはこの3つなんで3箇所から、あー難しいな。ここでまあ攻撃系置きたいけど、まあここ防御か。最後は弓矢で防ぐか。ちょっと魔法の方が良かったかもしれないけれども、せっかくなんでストーンヘンジも作りたいね。ストーンサークルなんで下も念のため魔法をやっておく。まあこの辺りも魔法という感じでやっていきましょうか。これでどうなるか行きましょうか。さて今回四角形なんだこの人は。あ、なんか食べてるぞ。なんだろうな、何を食ってるかがちょっとよく見えないけど、パンか何かか。これなんか仕掛けありそうだけど全くないか。ブロッサム、今回はそのようなものに変わるものはなさそうかな。お、なんか出てきたね。わあ、これなんか毒の霧で攻撃できるとかそんな感じかな。なんかそんな気はしないけど見た感じ。ここ鍛えるか先。当面は英雄がなんとか対応してくれそうな気がする。うん、抜かれるか。これどうだろうな。ああ、ちょっと先に英雄が倒してしまってる。全然ゴールドたまんないね。もう呼んでおきましょうか。嘘、倒されんの。これ一体逃すわけにはいかんぞ。あれ間に合った。まだここのね防御が薄いんでね、弓鍛えましょう。なんとか倒せてる。特に足ダム効果あるな。なんか毒の効果があるのか、まあそれが毒がねダメージ与えるようなものなのかそうじゃないのかわからないけれども、何かしらの効果は今見えたのでそこら辺期待していきましょう。守りにくいなこれ。どうすればいいんだろう。とりあえずここを鍛えましょう。これ自分も毒食らうなんてことはないよね。大丈夫だよね。敵だけに有効な。行きましょうか。そして新しい敵、鍛え上げた刃のように鋭い足を持つ危険なソードスパイダー。高い魔法防御、魔法ダメか。高い攻撃力、平均的な速度、特
となると、あともう一個、これ毒の鶴、遠距離の敵に毒を与えて遅くする、移動速度ダウンの効果もある。うん、魔法に弱いということだから、もう物理で頑張ってもらうしかない。275までは耐えましょう。うん、全然ダメージ与えてるような気しないんだよねこれね。まあ、強化しないとダメってことなんだろうけど。さて能力上げて、これでここは一服かな。次どこ上げるか、うん、なんとか前の方に届きそうな気配もあるので弓を上げるのも良さそうなんだけど、特段攻撃力アップとかのステータスアップやってなかったので、あまりそこを上げてね効果的かと言われるとそうでもないんでね。でもやっときましょう。さらにここから先は上がらないか。でブロッサムはここにももう一個あるのか。さてこの傭兵少し姿変わりましたね。ちょっと今隠れてて、赤いのと隠れててよく見えないけど、うん、この魔法も結構真ん中の方まで届くので、もしくはこっち側、どちらかを上げていく。新しい敵もう一個、これサティロスカットスロート、速くて攻撃力も高い、遠距離攻撃もやってくる。厄介だねこれ、抜けそうな気配もあるしで。ダメか、ちょっともったいない使い方したような気もするけどね。まだ弓とかも育ってないので、これで弓で、スリーパーローでこの抜けてきた敵をちょっと遅らせるかのような戦い方が面白そうに思う。ここら辺は問題なくね倒せるんだけど、余裕があったらスリーパーロー狙いましょう。まだ今はね前の方優先で、ちょっと使うかな。これはねレベル上げるか、まず全部埋めるか、ちょっとほんとねどっちをやったらいいかがわからないよねこの手のゲーム。スリーパーロー行きたいな。まだか、雷たまらんか。スリーパーロー、これで眠らせてくれ。何度か倒すことができている。あれあれ、ちょっと待って待って、これなんで今消えた。操作ミスったかな、ちょっと気づかなかった今のは。スリーパーローやった後どうしたんだろうな。ちょっと動画で後で見返してるからね、こういう時はね、どんなミスをやってしまったのか。スリーパーロー、ここら辺一気に抜かれてるね。どんなもんだこの辺り。あーまた抜かれたけど、今は仕方がない。さてより魔法使いが強くなって呼び出しましょう。ここら辺はねもうちょっとうまく使えればいいんだけど、ちょっとねそこまで見る余裕がなかったんで。さ
でどうするかな次、どこを鍛えるべきか。今回魔法を使ってくる敵が出てこないので、まあ、その点は助かってるんでね。下だと、まあ、拡大すれば届きそうか、真ん中あたりまでは。ダメか、抜かれてるか、このあたり。うん、何度も何度も切り込んでるけど、この人数を相手するほどの強さはない。1体に対して時間かかりすぎてる。さて、まあそれでもハード9ポイント、15分の8まではいっている。ここもう1個上げるか。まあこれを押し忘れたな。またちゃんと押さないでね。倒されるってことないよね。かなり微妙な戦いを。ちょっと待ってくれ、抜かれたか。あそこ、スリーパロー抜かれる、そう、これ抜かれそう。うわ、ちょっと待ってくれよ。この辺り足止めしておいて、これでね、また忘れてたけど、なんとか足止め。ここがさっぱりなんでね、もうちょっとなんかがっつりいけても良さそうなんだけど、結構抜かれる、あっさりと。さて、残りハート8ポイント、これでなんとかなるかどうか。敵の足止めましょう。新しい敵が、これは非常に強い戦士、近接が強い、仲間を戦闘に呼び込む、高い攻撃力と中走行、仲間を呼ぶ。これか、今ここにいるのが。あ、これ届いてないのか、ここの距離までは。スリーパロー、最後の備えをちゃんとやっていきましょう。使わんでいいか。うん、あっさりと抜けられてしまってる。でもスリーパローで足を止めることができている。使いましょう雷。出しを示せるところではなかった。なんか来てるぞこれ。何これ、これこれ、避けた方がいいのか。どっから攻撃やってきた今のは。これバースト効果、多分バースト効果によってこの周囲の敵をうまく爆風に巻き込んで倒せると思う。まあそれでも前防げてるな、これだけでも。なんだろうな、これちょっとどこから来てるかが見えてないんでね。あれか、これ敵を呼び寄せてんのか、これで。さらにバースト。うわ、後ろ結構抜かれたな。そこまで抜かれないと思って適当に弓矢使ったけど、頑張ってくれよ傭兵と勇者。新しい敵がさらに来る。糸吐き雲、
蜘蛛の巣の繭の中で獲物を動けないようにする行動不能か高い魔法防御、兵士に巣を張れる、はらんでくれ。ダメだ、あれは諦めよう。これだけでも倒そう。バースト効果は終わってる。あー、これ押すの忘れた。勇者が、勇者というか英雄というか、何度も何度もこれ巣になってるんでね。これは奥の方を誰で行けばいい？ダメなんでね、足止められてるから。3-2-2、まだ耐えている。今15分の12、あと2ポイント。これどっかから抜けてきた？あ、そっかそっか、これ後ろに回り込まれるのか、これによって。びっくりした。このシナリオは弓矢を鍛えた方が良かったのかな。なんかそんな感じがするね。まあそれでも前でも止められてるし、後ろもなんとかなってるしで、今のところはこれ以上の問題は発生してない。今は弓矢を全部鍛え終えたところ。こっち側かな、鍛えるとしたら。これか、この、あ、ワープしてんのか、これ。スノーレデノーリ、ここら辺置いてきましょう。この弓矢もバースト効果あるので、バーストというか爆風効果、多分それによって倒しやすくはなってるはず。あっさり倒してるね。ここら辺も鍛えて、ここを維持できるかどうかになっている。今数部隊やってきたが、これはヒーローだけでなんとかなりそうか、ならなかった。さらに来てるんで、ここ雷使うか。今15分の13、上に置いておきましょう。ここも全部鍛え終えた。ダメか、これ使わないと。なんとか今は耐えきれてるんだけれども、また2つぐらい抜かれそう。これで結構、まあでも射程微妙だな。全部いけるかと思ったけど、ここまた雷か何かが来てくれれば対応できるんだけれども、1ポイント0ポイント。ライトニングボルトは範囲ダメージを与えるので、敵が高密集でたくさんいるところに使うと最も大きな効果を発揮するという説明があります。さて、もう一回やるんですが、実を言うと録画失敗してクリアできてしまいました。なのでアップグレードを、その時に手に入った3ポイントは使わずに、このような状況の構成でやってましたので、魔法マックスまでで、弊社の方をねちょっと上げるかのような設定にしています。あとサンダーストーム手早く使えるように
このクールダウン時間10秒短縮も選んでます。逆に傭兵系は何もせずでプレイやってクリアができていたんですが、録画が失敗したのでもう一回やっていきましょう。それにしても結構ここは苦労させられたけど、まあコストというかもう兵舎を頑張って作って、まあそれでなんとか対応をねやってもらうというような作戦を考えついたので、これはどうするか、まあ弊社にしときましょうか。でここら辺集中して置いといて、またここも2つの部隊で守るかのようにねやっておきます。これでいきましょう。今度はね問題なくまさかねこの何度も何度も苦労して失敗した後にじゃあ成功するぞと言ってやったプレイが録画失敗というね悲しい結果がありましたけれども、で他も弊社で、あとここに関しては魔法を使っていく、でそれで一服で、まあここ右上はやらなくてもいいかもしれない。ちょっとそこら辺はね様子見ながら、一向に終わらないんで弓で放ちましょう、魔法も放ちましょう。これで兵舎作って次魔法を奥に置いてからその先どうするか考えます。まあその後は最初この魔法のところを上げてから、まあ、兵舎上げるか魔法を上げるか、下から来るね、これ長引くとね後々もどんどん来てしまうから、あんまり長引いてもらいたくはないんだよね。とはいえ長引いてしまうものは仕方がない。まだアップグレードはできない。で兵士がいることによって下からの雲に対する備えが結構できてたりするんで、まあ、そこら辺は結構有利に働いてるのかなと。まあ物理系なのでそれによって敵にダメージを与えやすい。さてまだ全然倒せてないからかポイントが溜まってなかったね。また兵士の数が多くなったので敵をこの足止めできるね数も増えているので、まあ、そのあたりがうまくいきそう。次ね早く呼び出したい気もするけどね、結構今やってみてポイントたくさんもらえるということが分かったので早い段階で呼び出すと。だがいいかな、呼んじゃえ呼んじゃえもう知ったこっちゃないって感じで、一回クリアしちゃうとね気が大きくなるっていう。 You have my bow。なんとかなるだろうみたいな精神でね。さてこれで問題なく倒し終えている。まだ次呼ぶボタンは出てこないね。300までたまれば上のアップグレードが可能。ちょっと下が厳しいか。使っていきましょう。あーなんか厳しいね。ようやく傭兵を呼び出せている。だが強くはないので傭兵あっさりとやられそう。上向けておきましょう主人公。ようやく魔法使いがまた一段階上がって、なんかこのね大量に魔法が出てくるのは気持ちがいいよね、見てるだけでもね。危なかった今。傭兵置いてきましょう。いや傭兵倒せないか。なんとか魔法効果で倒せた。バースト効果加えて
次はどうするかな。先に傭兵優先か。We must move on.144まであとわずか。下にも対応しっかりできるんで、これ距離届くんで、まあ、そう考えれば傭兵使っていくのがいいように思う。でこれバッタバッタ倒れても続々と出てくるので結構時間稼ぎがしやすいんだよね。さてここまでは問題なく取れている。読んでもいいかな。もうこれ1ポイントしかゴールドもらえなかったけど、右側倒して、さてこれからだな。まずここを上げて、ここの進行を生かせないようにする。次をどうするか。ワープやってきてるね。この魔法使い上げていきましょう。もしくはこの下の方の傭兵でもいいけどね。まあ傭兵もありかな、ここの場合だと。だが微妙にね届かないんでね、上の方に。当てるの失敗してる。というわけで次呼んでしまいましょう。ここも何か使えれば面白いんだけれども、普通に兵舎呼んでもね、まあ単体で置いとくだけだとあんまり足止め効果もないから面白みがないんだよね。そろそろ300まで貯まると思います。一気に抜かれてるね。だから抜かれてもさらにこれ部隊が出てくれば足止めしてくれるんで。常に足止め狙っていきましょう。For Aradel. さて英雄前に出しておいて、もう呼んでも大丈夫かな。ちょっと上が We must move on. 間に合ってないけど、次こっち側優先かな。でその後ここを上げていく。で最後この後ろを上げればほぼほぼ倒しきれると思います。魔法使いましょう。ちょっと待ってくれよ、危なかったな。今の抜かれるか、ちょっとそれ想定外なんだけど。ならばここアップグレード、後ろの魔法も早めにアップグレード狙いましょう。次を呼んでおいて、ちょっと拙速すぎたかこれ。片付く前に来てしまってる。だが下もまたさらに強くしたんで、多分雲絡みはなんとかなると思う。次上少し強化やっときましょう。
雷。さらに上強化。うん、悪くはないね。早くここも上げたいんだけどね。このワープしてくるのが多いから。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれよ。さっきはパーフェクトでクリアできたのに、ここ抜かれるわけにはいかんぞ。抜かれた、まあしゃあない。一回クリアしてるからどうでもいいっちゃどうでもいいんだけど、なんかあれだね、屈辱だね。今見てなかった、細かく。ここまた強化やっておきましょう。まあね、本来であればもうちょっと雷とかね使うの待った方がいいんだけど、もう一回クリアしたね、油断もあって気軽にガンガン使ってしまう。それで失敗することもね時々あるけれども、それもご愛嬌ということで。うん、後ろのメイジも間もなく強化が終わりそう。危ないかこの辺り。ここまで中に入られると届かないんでね。さて、さらに敵やってきた。ここから辛い戦いになりそう。まあ、できるだけ弓矢とかも使って手早く倒しましょう。雲は厄介なんで。ポイントはほぼほぼ溜まってる。あとはこのキャラクターの強化やってったら十分だと思うので、敵倒す速度が速ければね、次の敵も対応しやすくなるし、でたくさん来てでもね、そのあたりの応対があっさりとできそう。なので攻撃系を、この攻撃受ける確率をね、まあ、無敵になるという確率があるんだけど、そこは狙わずで。うん、でワープやってくるんだけど、この方向だと間に合うんでね、後ろの方にね。なので、まあ、この辺りもうまく活用しながらであれば問題なく防ぎきれる。他はどこを鍛えるかの問題になるけど、抜かれそうだね。また能力上げて、で敵また出てこなくなったら前に詰めればいいだけなんで。さて上はほぼほぼ上げ終わった。なんか攻撃食らって倒されるほどね敵は強くないので、あとは敵をいかに殲滅できるかのステータスを上げていけばね、上も強くしておきましょう。これは移動忘れずに。今15分の13。さて、もうここまで来れば確か問題なかったはずなんだけど、まあ、最後なんかちょっと苦労したような、ね、気もするんで、もうちょっと様子見ていきましょう。英雄もうちょっとこっち側でも。
上が抜かれたので少し強化。あえて倒されない方向に振るという手もあるしね、上に関しては時間稼ぎのためにも。うん、ここら辺前出しましょう。ワープしてくるのがいなくなってるんで。魔法さて上はなんとかなると思う。今度は下からやってくるこの辺りの雲。大丈夫か、この辺り抜かれたぞ結構な数。まあどう考えても大丈夫ではない。この数でもまあ抜かれても、うわ全部も全部いかれたらどれぐらいの数になる。6までになった。ちょっと真面目にやんないともうダメかなこれは。この辺り雲をね、あのでかい雲は優先してやらないと本来であればねいけなかったんでね。ちょっとなんかザルなプレイになってしまってるけど、さてあとどこ鍛えるか。うん、ここバースト効果もなかったのもちょっと影響していたかもしれない。これでもう上は完全に守れるでしょう。あとはこっち側もね余裕があるんであれば適当にやっていけば。あ危ない危ない、これボケっとしてた。でかいのが来るんでね、でかいのもワープやってくるんで、もうここにキープするような感じで。ここのメイジも上げていきましょう。この辺り魔法を使って片付けて、ここら辺曲げとくかな。多分これでもう終わるはず。うん、全部倒せてるね。最後メイジレベル上げて、あとはもうここちょっと時間かかりそうだけど、まああれか、アイテムキャラクターを減らすというてもね、まあ頑張って倒してくれるでしょう。無事これでこのシナリオクリアとなってます。クリアした段階やね、前回、まあ、前回というか一つ前録画してないところでクリアした段階では問題なく突破されることなくね、ハート20でクリアはできていたんですけれども、ということでそれによってなんか英雄がね、これ2つなのか、まあこれ1つもしかしたら以前に解放されていたかもしれないんだけれども、こんなものもまたね追加されていて、なんか敵の即死効果があるとかね、そういった体力が上がるとか、ちょっとここら辺も使っていくかどうかはね難しいんだよね。やっぱり新たなマップで難しいシナリオになった時に使って果たしてうまくいくかがわからないので、だがこのデナス王子は結構使い勝手が良さそうなので、ここら辺は狙っていこうかなと。うん、最大3台の敵を最長で3秒イフさせるとか、70から134の直撃ダメージを与える強烈な攻撃、盾を投げて3回命中させる、
あとは3人呼び出して悪魔の軍団と戦う。これ4人5人と増やせるような状況にもなってるんで、ちょっと面白そうな戦い方。ここら辺を、まあ、デナス王子はちょっと使ってみたいね。内容的にはほぼほぼ同じなので、だが育ってないので HP に関しては若干低いかなといったところ。ちなみに全部スキル上げ終えることができてます。あとアップグレードはまた練り直しかなとは思うけど、兵士の攻撃が追加の魔法ダメージを与えるとかいうものもある。兵士が即死のダメージを受けても一定確率で死を回避するというようなものもあるので、やっぱり兵士は意外や意外使い勝手がいいような気がする。なので兵士上げて、まあ、この辺りもまた次回以降やっていけたらと思います。まあ、大体こんな感じでいいんじゃないでしょうか。ではこの続き興味ありましたら、また次回以降もご覧いただけたら幸いです。ではでは。